宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には、第246回、番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？この間からさ、っていうかもうここ半年ぐらい、半年以上ずっと、うちの周りの工事が、うちの周りの建設ラッシュがって言ってたと思うんですけれども、今度ですね、建設じゃなくて取り壊しが始まりました。いやでもね、これちょっと残念なんだよね。というのは、実は宮永が住んでいるアパートの道路を挟んで向かい側にはですね、とっても古いアパートがあったんです。どれぐらい古いかっていうと、なんて言ったらいいんだろう、入り口を入って真ん中に廊下があって、でこの廊下っていうのは共用部分というか外扱いなのね。もちろん屋根の中なんだけど、真ん中にずっと廊下があって、で左右にそれぞれのお部屋があるの。わかります？なんかさ、昔のさドラマとかで見たことない、あの入っていってお部屋があるみたいな、ドラえもんじゃないな、ドラえもんは一軒家だから、なんかでも藤子不二雄のちょっと大人向けの人たちの漫画で、なんか貧乏な人が、学生さんとかが住んでそうな感じの、だから真ん中に廊下があって、それぞれ振り分けでドアがあって、その中がお家なんだけど、まあ例えば風呂なしだったりとか、トイレも共同だったりとか、そういう空気感な、めちゃめちゃなんとかそうみたいな古いアパートなんだけど、そういうのが実はうちの真向かいにあったんだけども、でね、なおかつそれはやっぱりすごく貴重じゃない、そういう古い建物って貴重なので、ハウススタジオとしても使われていたりしたんですよ。だからね、うちの前ではよく撮影が行われていたんだけれども、残念なことに取り壊されることになりました。今ね、まだ建物自体は残ってるんだけど、まず入り口のところにあった植え込みっていうのかな、目隠しの木がどん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 取り除かれて、でフェンスもなくなって、で周りに迷惑かけないように今足場が組まれている感じです。もうすぐ本体がなくなっちゃうんだと思います。残念だな。まあ、昼間うるさくなるっていうのもそれはそれで嫌なんだけど、何より何より一つの撮影の場所が、ハウススタジオがなくなるのは残念だな。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるーい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ、いけばな古流体感流商務会と小笠原父島のエコ民宿 in 小森邸の提供でお送りいたします。ビーチまで徒歩3分、すぐそばの森には小笠原大コウモリの住処。サンセットビールを飲みながら小笠原大コウモリが羽ばたいてゆくのを眺める贅沢な夕暮れ、小笠原父島のエコ民宿イン大森邸。マイマイつぶりの歩いた後には、はい、というわけで改めまして宮永舞です。いやー、本当にね、残念だなってお話をしてたんですけれども、だってね、あの相棒とかでも使われてたんだよ、うちの前のアパートで。うちの前のアパートのさらに裏手にある、うちから歩いて1分かかんないような川沿いとかを、あれですよ、水谷さんが歩いたんですよ、右京さんが歩いたんですよ。まあね、あのどこに住んでるかをご存知の方はあーって感じでしょうけれども、東映の撮影所のある町に住んでおりますので、そういう意味ではね、町の至るところで撮影が行われているし、常に常に撮影所では撮影が行われているんですけどもね。あとさ、東映のアニメとかもあるんだよね、同じ町にね。でも残念ながら、実は宮永は
あの東映のアニメには参加させていただいたことはございません。割と仲のいい方は、うん、長いことレギュラーを持っていたりとか出てらしたんですけどね。あ、東映のね、撮影所は入ったことある。うん、撮影所は入ったことがあるんだけれども、東映のアニメにはとんとご縁がございませんね。残念だ。いやでもそうやって考えてみるとね、まあ、宮永は最近自分の職業をナレーターで女優ですみたいな感じで言い張ってるんですけれども、どんなお仕事を一番してきたのかなって思った時にね、明らかにマイクの前にいるよりも一番多いのはステージの上だったし、その次はカメラなんだよね。うん、声の仕事というよりはもう映像のお仕事の方が圧倒的に長いことやらせていただいてるし、数もやらせていただいてるなって思います。でもね、喋りとかは、まあ、舞台の発声っていうのもあるかもしれないけども、だからそれ、そうだそうだ、一番最初の事務所でなんかこうアニメのオーディションのためにオーディションテープとか撮ってる時にマネージャーに、あんた舞台じゃないんだからそんな声の出し方じゃダメって言って怒られて、そうか、同じお芝居でも舞台とアニメは違うんだなって思って、で、なんだろうな、今の事務所でナレーションのデモテープとか撮る時に、うん、声優さんじゃなくて女優さんの喋りでお願いしますって言われたりとかして、あ、声優の喋りってなんだろうなって思ったりもするし、うん、これはちょっとね、ちょっとこういうことじゃないのかなっていうのは自分で自覚があるし、自分の身の回りにね、舞台を一緒にやってくださる先輩方で圧倒的に声優さんが多いので、で声優さんじゃない方が出てる舞台っていうのも見るじゃないですか。って考えた時に、あ、こういうことかなって思う節がないわけじゃないけど、そっか、やっぱりこうちょっと違うって思われるんだなって思って、でつい最近もとある撮影のリハーサルでちょっと読み合わせとかしてる時に、いやいやいや、そんなに声張らなくて結構なんで普通に喋っていただいて、映像は映像で難しいぞって思って、未だにね、こういろんなダメをいただくし、そうじゃなくてっていう、うん、なんだろうな、まあダメなんだけれどもアドバイスをいただくことが多いので、で逆にさ、喋りはなんだろうな、すごい主張しちゃうんだよね。喋りは頑張りすぎちゃって主張しちゃって、で表情とかはもうちょっと頑張ろうかって言われたりして、ほんとこう声だけで生きていこうとしちゃうんだな私って思うんだけれども、うん、そうだなってなると、なんかお仕事のこなした数的には絶対声優というよりは俳優女優、うん、タレントですっていう言い方の方がしっくりくるんだけれども、なんだろう、自分の意識っていうのはやっぱり声優に、まあそうね、うん、声優の勉強をして育っちゃったっていうのもあるので、声優に寄ってるんだなーって最近しみじみと思ったりしております。じゃあ何の話だってことなんだけれどもね、うん、そう、ボイスサンプルを事務所から提出するようにと言われて、今どういうのにしようかなって思って2個、まあ、ナレーション用とセリフ用とって言われたので、それぞれ作っているところなんだけれども、まあ、ナレーションはね作って1回出したんだけれども、うん、今度セリフのボイスサンプルを、だって結局私に何ができるかっていうカタログなんだもんねって考えたら、私は何ができるでしょうかって、うん、これはすごく難しいな、っていうかこれできますって自信持って言おうと思ってることはあるんだけど、本当にできてんのかなとか、そういう不安ってずっとずっと持ち続けてるな。うん、かれこれですね、声優の勉強っていう形で、ま、上京してからもうえらい月日が経つわけなんですけれども、その時に考えていたこととあんまり変わんないことを今でも思っている自分がいます。まあでも思っていると同時に、それをちゃんとでもこうでしょって自分で自分をこう
説明できる部分っていうのはもちろん持ち合わせてるんだけどね。だから大人になってないわけじゃないんだけれども、やっぱりどうしようかな、これでいいのかなっていうのは常に常に思いますね。そうそうそう、なんでなんかそういうこと考えてるかってか考え始めたかっていうのがちょっとね、最近あの子役さんというよりはだいぶ大人に近づいてる中学生ぐらいのお嬢さんとお仕事をする機会があって、でなんだろうな、中学生ぐらいっていうと、まあ普段接しないわけじゃないけど、もう少し大きい子の方が多いかな。学校とかだとね、中学生来ないわけじゃないけど圧倒的に高校生の方が多いので、うん、あの専門学校の体験入学とか担当させてもらったりすることありますけれども、そういう時に会う子っていうのはやっぱ高校生でも中学生も来る。でその中学生でもなりたいっていう子が来るわけだよね。で今回ご一緒してるのはなりたいじゃなくて、すでになってるというか、こうお仕事をしている中学生とか高校生ぐらいのお嬢さんがいるわけで、うん、でそうだな、なんだろう、割とねこうですって言われたら、あそうですかって思っちゃう性格なのね。例えば台本はお渡しできないので当日お渡ししますって言われたら、あわかりましたそうですかって思っちゃうのね。だけどなんだろう、その子が言ったわけじゃなくて、その子のマネージャーさんが言ってたんだけど、いえあの台本いただけないと練習できないんで困りますって言ってて、でまあその時にね、そのマネージャーさん、絶対マネージャーさんの方が私年近いなって思ったんだけど、マネージャーさんに困りますよねって言われて、ああそうですね、あでもほらあの変わっちゃうかもしれないしあれじゃないですかみたいな、なんかなんで今思うと、なんで私が取りなさなきゃいけなかったんだろうと思うんだけど、なんかちょっとそういう風に取りなそうとしてしまったら、ちょっとその時にマネージャーさんが言った言葉っていうのがものすごくおーって思ったんだけど、いやだって練習できなくて、で練習できなくてそれで下手くそとか言われたら困るじゃないですか。なるほどな、うん、確かにこう練習不足だと下手くそになるよね、うん、言えなかったりとかさ、言葉が特に苦手な音が入ってたら言えなかったりするので、練習不足っていうのは自分で自信を持てないことの一つ要因にはなるよね。でそれを防ぐために練習をさせてください、ひいては練習するための台本は持って帰らせてくださいっていう、なんだろう、この強い意志というか、うん、主張、まずその子、中学生か、中学生の子が主張したって言うんじゃなくって、そのマネージャーさんが主張してたんだけれども、そっか、自分がいいパフォーマンスをするために、うん、まあできればこうなった方が嬉しいですっていう主張をするのは大事なことかもしれないなーって思ったのね。なんか私は割と、あそうですかわかりましたって言って、なんか与えられた中でホワワンとしてしまう、うん、嫌いがあるので、そういう意味では主張って大事なんだなーっていうか大事だよなーって思って、うん、でも同時にこれはもう性格の違いとしか言いようがないんだと思うんだけれども、うん、でもその主張はどうだろう、向こうにも事情とかあるかもしれないしっていう、やっぱりちょっとこうなんか取りなしモードになってしまって、まあ結果的にね、いただけたので、そういう意味ではマネージャーさんに感謝しなきゃいけないのかもしれないなとか思ったりするんですよ。いやでもなんだろう、舞台はものすごく練習するし、ものすごく何回も何回も相手役とも練習ができて、その上で板に乗るんだっていう意識があるんだけど、なんか今までそのすごく大きな役をやったわけじゃないっていうのもあるかもしれないけれども、映像はどっちかっていうと一発勝負というか、うん、出たとこ勝負というか、瞬発力がすごく必要とされるんだなって思ってて、だからその瞬発力を出せるようにするための日々の練習だったり、ものの考え方だったりっていうのは必要かなって思ってたんだけど、なんだろう、そのすごくセリフを練習するとかそういうのってあんまやったことがなくて、っていうかな、そうだな、
いや、なんかあれなんだよな。練習が苦手。練習が苦手ってすごい変な言い方なんだけれども、こう、反復的に何かを繰り返すとか、そういうのがあんまり得意な方でなくて、で、それはすごく良くないなって思ってるんだけれども、相手役と、例えばこう、セリフのやり取りをさせてくださいっていうのも、まあ、最近言えるようになってきたけど、最初は言えなかったりとか、なんとなく自分でもそもそしてしまったりとか、そういうところがあって、だから、何の話だっけ？いや、その映像は瞬発力かなって思ってた。でも、できるんだったら練習とかした方がきっといいよね。そうだよね。なんか難しいなっていうか、舞台ってやっぱりすごくその練習の期間が長いから、どんなに短くても2週間ぐらいはあるから、ね、2週間ぐらいだと毎日会ったりするから、やっぱりこう会う回数が多くて、人間関係が密になっていて、だからなんか、それで、できちゃうっていうところはあるんだけれども、映像とかだと本当に現場でしか会わないし、あとはまあリハの時に会ったりっていうのはあるかもしれないけどって考えたら、逆にその会う回数が少ないにもかかわらず、人間関係をぐっと縮めて、ぐっとこう近い人間関係を芝居で見せていかなきゃいけないんだなって思うと、ああ、それはそれで、大変なお仕事でございますね、と。いや、自分の仕事なんだけど、改めてそう思ってみたりとかね。なんだろう、最近すごく、どういう風になってるのかな、みたいなのを、これは別に自分のその職業であるお芝居のことだけじゃなくって、まあもう一つお仕事としてやらせてもらってる先生だったりも、こう先生としてどういう風に説明していったら相手に伝わりやすいのかなとか、まあ伝わるだけじゃなくて相手のこう力をうまく引き出せるのかなとか、ね、ここをこうやってこういう風にするんだよって、まあ説明はできたとしても、その人の体はその人が動かしてるから、私がどうこうできるわけじゃなくて、ね、それで言うと自分の体は自分で動かしてるんだもんね。だから、頑張って動かせるようにならなきゃなって思います。そう。だからね、自分の体が自由になるとか、自分の気持ちが自由になるとか、自分の表情が自由になるとか、そういうのをもっと突き詰めて考えないとダメだよなって思って、最近、ちょっと日本舞踊を改めて教わりに行ってるんですけれども、なんかすごくね、先生がね、舞台をやってる人なんだよねっていうことを意識して教えてくださってるので、まあ、もちろん先生も踊りの中でステージに立つわけだから舞台人なんだけれども、例えばお客さんが見えるよとか、何を見てるから視線はあっちなんだよとか、あとは、なんだろう、立ち方とか、ね、そういうのもすごく改めてやってみると勉強になるっていうか、なんで養成所で日本舞踊とかダンスとかあるのかっていうのがなんか分かった気がする。踊れるようになるためにももちろんあるし、踊れるようになったらそれは芸で特技だから、武器になるんだけど、踊れるようになるためにあるんじゃなくって、その自分の体の使い方だったりとか、いざまだったりとか、重心だったりとか、そういったのを分かるために、例えばっていうこう違う視点から見た体の動かし方っていうのできっとあるんだよね。で、なんかそういえばそういうこと教わったかもしれないな、っていうか、こういう風にやるんだよ、このためにやるんだよみたいなのを教わったかもしれないなって思った。遥か彼方昔に、とっても若い頃に、まだ子供っていうか10代の頃に、そうだよね。いや、なんかさ、本当にもう螺旋階段だといいな。なんか広間をずっとぐる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 自分一人で回ってるような気がしてきちゃうんだけれども、ちょっとだけ気がつくと違うところに移動してんだよね。だから螺旋階段って言われてそれを覚えてるんだけど、そのぐる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 している中でなんか前進していけていたらいいなって思うわけですよ。そう、
最近インプット生活、あの舞台を見てインプットするだけじゃなくって、自分の芸をインプットする生活を意識して始めてみております。いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承生活と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代化を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流小宇会。マイマイつぶりの歩いた後には、もうさよならの時間になってしまいました。この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただくか、宮永舞ラジオだとたまに上の方に表示されるようでございます。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、番組ブログのコメント欄なども利用して、どしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流小宇会と、小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたしました。